はい、ネット集客の安坂でございます。今日はですね、今回は YouTube で集客できているお店の、まあ、共通点ですね、このその4、はい、その4についてお話したいと思います。今までその3までお話ししてきましたけれども、なんとなくご納得いただけたんじゃないかなと思いますね。でその4はですね、ちょっと変わっありますけども、ポスティングと併用するっていうことをやっていただくわけなんですね。やっていただいてるわけなんですね。というのはね、YouTube だけでパンパンパンと入れていても、この YouTube だけを見ましたよっていう方っていうのはね、本当にそんなにたくさんいらっしゃるわけじゃないんですよね。ということは、その存在まで知らしめてあげないといけないわけです。あなたのお店のお客様っていうのは、やっぱりあなたのお店の周りにしかいらっしゃらない。その方たちのために、今何で検索したらうちの店が見れますよっていうことを教えてあげないといけないんですよ。はい、その術っていうのは何でできるかということなんですよ。はい。でね、ネットをネットで教えるわけにはいかないわけですよね。ネットを見てないお客さんに対して、まあ YouTube っていうのはある程度簡単に見れるわけですよ。今テレビを見るがかのごとく見れるみたいな形で考えてもらえると、ポスティングに YouTube でうちの店は見れますよと、うん、ね、チラシを配るわけですよ。ポスティングね、チラシね、ここに QR コードをつけてあげるわけですよね。 QR コードをね、でこれをカシャッとやってもらって YouTube を見てもらうというようなやり方をやってもらうとすると、まあ、YouTube の回数もかなり上がりますよね。でね、このチラシに関しては、言ったらチラシっていうのは情報量は非常に少ないわけですよね。今まではこれに、値段のこと、料金のことだけを載せてね、20% オフになりますよ、30% オフになりますよと、キャンペーンやりますから来てくださいよというようなやり方をやってました。でも現代はですね、もう本当にこのチラシに関しては、 YouTube にうちの情報が載ってるんで、ぜひとも YouTube を見てくださいよ、これでいいんじゃないですか。はい、要するにお店の売りとかね、キャンペーンとかを YouTube で上げておけばいいわけです。これを見ていただくだけで全てわかりますよっていうものの YouTube 動画を上げておくわけですよ。でそれに対してチラシを作ってあげるっていう感覚です。非常に簡単なチラシになります。別にここに何の、てらえもないチラシでいいと思います。逆にびっくりされるかもしれないですね、そういったチラシが来たらね。で、何やろこれって見られる可能性の方が高いと思うんですよ。今までのようにね、写真があってメニューがあって地図があってね、ここにありますよっていうのをちゃんとね、もう明記して、なんかそれを絶対来てねみたいなね、こんな形で送られるからおかしいんですよ。情報っていうのはここから見れますよっていうところを、うちはこういうことをやってますよ、だから情報はここから見れるんで、ぜひとも見てくださいね、こういう形で出せないですかね。はい、こういう形で出してると、動画で集客ができるようになってきます。というより、これを見られるお客さんを増やせば増やすほど、どんどん、YouTube が活性化しますし、地域のお客様の口コミが広がっていくっていう可能性が出てきますね。これを毎回やっていくんですね。気運変わりますよね。はい。そういったことをね、なんか地道にやってるところが、やっぱり YouTube で集客ができるようになってくる理由の一つなんですね。だから動画って言うんですけども、動画だけの、その動画がまあメインなんだけど、動画を使ってどう集客をするかっていうことを考えていかないと、今の時代にマッチをしてこないんじゃないかなと思うんですね。
それをどう見せていくかっていうところまで誰も考えないですね。だからおかしなことになっていくわけなんです。でも最終的にこの動画っていうのはやっぱり残っていくんですよね、ずっと残っていきます。あなたの歴史のごとく残っていくんで、かなり面白いことにはなっていくと思うんですよ。でこれからはどんどん、このメディア、動画のメディアの時代がやってきます。その時にはあなたは先駆者ですっていうところを捉えていただいたらお分かりになると思うんですよね。はい、動画をやらない手はないです。だから、YouTube 集客できるお店の、共通したものっていうのはその4はこれです。ポスティングと、チラシで併用してる、こういうことです。はい。